はい、こんにちは、山城と申します。まあ、今回はね、家で撮ってるわけですけどね、まあ何やろうかなと思ったんですけどね、ちょっと商品を仕入れてきましたんでね、まあおすすめ商品の紹介でもね、してみようかなということですね。最近やってなかったですからね、まあ漫画の紹介なんかやってましたけど、それのあたりもね、バンバンこれからまた撮っていこうかなと思ってます。ってことでね、今回何しようかなと思ったんですけどね、これなんですよね。皆さん、うどんって食べますか？まあ私もね、よくうどん食べるんですけどね、まあ安いうどんとかいろいろあるんですが、京都ね、今日はね、高価なやつ買ってきたんですよ。これね、実は好きでね、ちょっと山地さん寄ってきたんですけどね、これね、うどんなんですけどね、これは国産小麦使用のね、うどんっていうのがね、実はね、あるんですよね。スーパー山地さん、あそこはね、うどんの一玉の値段がちょっと高いんですよね。安いとこだと大体20円切ったりしてあるじゃないですか。金瀬とかだとね、14、5円、12、3円ぐらいでね、税抜きであったりするかなとかっていう感じなんですけど、で、それでなくても税込みで18円とかね、最近だったらコスモスさんとか行ったらね、買えますしね、値段安いところはいっぱいある。だからね、これ言うとね、税抜きで40円やったか45円だとかするんですよね。まあまあいい値段を取るということで、2玉買ったらこれ90円ですからね、うどんの玉としてはね、いい値段取るんですけど、実はね、スーパーさんさんはね、置いてあるのがね、基本こいつがね、デフォで置いてあるんですけどね、それでその国産小麦のやつがデフォで置いてあるってことでね、実はね、ここはね、なるほどなっていうことなんですけどね、まあ、単にね、国産だけやったらね、そんな味はあんま変わらんのかいっていうとね、意外とね、このね、絹笠さんっていうね、なんていうんだっけ、絹笠製麺さん、岐阜のね、山形にあるらしいんですけどね、岐阜の山形ってちょっとややかしいか山形っていう、こういう感じのね、ところがあるますもんでね、そこで作ってるんですけどね、これね、まずね、見どころとしてはね、このね、キャラクターがゆるいんですよね。わかります？このね、ゆるいキャラクターがね、うどんを持ってるんですけどね、なんかね、このね、キャラクターがね、憎めないんですよね。焼きそばの麺がね、有名でね、焼きそばの麺に関してはね、結構ね、いろんな太麺とか細麺とかも結構いろいろバリエーションがあって、そいつらがその定番品って言って、メンチンとかってね、よく言いますけど、前の下にとかあーって入ってるところと違って、その上に、棚にちょっといろんなバリエーションの商品が入ってるじゃないですか。そこにはね、結構焼きそばの麺が入ってるんで、それもね、美味しいんでね、深蒸しのね、細麺と太麺とあります。まあ、お好みに合わせてね、私は細麺の方が好きですけど、美味しくね、なってますんでね。あれはね、おすすめなんです。で、このね、うどん麺はね、なかなか売ってるところが少なくてね。これね、このあたりだとスーパーさんしさんは、基本全店置いてるんじゃないかな。私の行く、周りのところは大体どこも入ってますよ。ってことでね、こいつね、美味しいんでね、おすすめです。ちょっと値段が張るんでね、うんってね、一瞬ね、パッと見ただけだとね、なかなか分かりにくいかもしれませんけど、でね、麺もね、結構、揺れてもね、さすがになんていうのかな、讃岐うどんみたいにね、腰がすごいとかそういうのじゃないですけど、まあ、比較的ね、三重県はあまり腰を求めないというか、まあ、伊勢うどんなんかはね、全く腰もね、へたくりもね、ありさまでございますからね、煮込みうどんとかでね、そんな、腰をね、求めるって方は、また多分冷凍のね、そういうの買ってもらった方がいいと思うんですけど、っていうことでね、あとね、焼きうどんとかにするのにもね、いいです、こいつ。焼きうどんにもいいですしね。まあそのままね、パッとね、茹でてね、だしにしていってね、うどんにしていただくもよしということでね。まあ、こうした感じでね、まあ当然、身近なものとかね、そんなのもね、いろいろとね、紹介していけたらいいんじゃないかなと思ってます。まあこれ4つ目の方でやろうと思ってますけどね、一応四日市のね、地元のスーパーネタってことで。まあいろんなスーパーとかね、あとはまあコンビニなんかでもね、結構あるじゃないですか。ここでないと売ってないものとかってね、結構あったりするんでね。それで、ね、私が好きなものっていうのをね、ただただ紹介する。別に企業案件でも何でもなくね、ただただね、いいなと思ったものを紹介していくっていうのもね、ぼちぼちと単発でね、やっていきたいなと思ってますのでね、よかったらね、今後ともね、チャンネル登録やね、高評価とかね、いただけるとね、ありがたい限りでございます。ということでね、とりあえずこの動画を締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。